ヤケビリンヤクンジャと申しますぞ。今回も前回に引き続きルスワールヤティでランコッチに潜っていきますぞ。みつはヤルシアン、ヤイくん、ヤンテイ、ヤイコウ、ヤコリザル、ヤティオスですな。では試合まで勝った以外ありえ、対戦相手が見つかりましたな。ユースケ主体戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーはハバタカミ、パオジアン、ハイリュウ、ガチグマ、ウーラオス、オゴホン。さてですな、ショッテはパオが来た時に対応できるやつが必要。ヤルシアンは出すとしてヤティオス、これでいきましょう。ではユースケ主体戦よろしくお願いしますぞ。はい、ユー無視か。範囲内線に対して突っ込むべきかは諸説ありますが、突っ込みましょう。うまいか、落ちてきましたな。あー、もちろん一撃で落とすことはできないのですが、マスケ押しなので、とりあえずはハチマキストレッチ。はーい、なーにやってるんですかね。これはいけませんな。一発は耐えてくれると思いますが、その後なんですよな。テラスタル、少なくとも弱点ではなくなるでしょう。飛行テラスタルなら切るタイミングでもないような気がしますので、サガネかノーマル、ドン、ノーマルです。ダン、あ、ノーマルだとどうすりゃいいんですかな。神速対策でヤルシアンがテラスタルする感じになるでしょう。とりあえず一発で耐えるがありえない。マルスキは届くんですぞ。おかしい、ストレッチ。はーい、なーに言ってるんですかな。やる気ないですな。結構ないんですよ。リュウマイか？これは余裕があると見てのリュウマイですな。マスキリマルスケ潰すんですな。今度こそストレッチ。はーい、やる気がありませんな。これはいけない。これは置いて踊り放題リュウマイか。勝ちじゃあるんですから。踊りに踊っておりますぞ。ようやく当ててもこの威力、姉休めで、姉休めでですな。姉休みはなかったですな。さて、これは、急所、やりたい放題ですな。テラスタルしたとして、ヤルシアンがそもそも耐えるのか、問題はそこ。これはやる気もなくなりました。やる気ゼロのヤルシアン。さすがやるしかない、いきますぞ。うお、でかいでかいじゃん。でかいよ、このほうが欲しいよ。あーい、ね、プロボイダスやめていただきたいというと、気を使います。ここなんとか新速耐えますね。危ないでした。おかしい、セミナックル、ジュエルで強めますぞ。突撃でした。撃破ガーリア。さあ、怪獣はなんとかなりましたが、あと2体、この体力で、この体力でヤルシアンが相手できそうな後続がいないんですな。その反動で倒れましたぞ。だって見立て、テラスタルなし。ミズラオスが、ミズラオスとガチグマだとギリ。あとオガコンか。そんな選出してませんかな。はい、ですな。一応ショックは選ぶので、これはお相手が余裕を見せた瞑想を積んでくるという勝ち筋は一応ありますな。あー、あれがいけなかったですかな。というわけで、ユースケ氏対戦監視会ありえない、ボロボロですな。相手が見つかりましたな。サトシ氏対戦よろしくお願いしますぞ。相手のパーティーは海流、人流、ウーラオス、ガチグマ王、ホンハンバタクワミ。さてですな、さて人流読みでケイ君出しまして、ハバカミがいるからにはヤルシアン出しまして、あとはまあオガコンいるんでやってよと言った感じですな。ではサトシ氏対戦よろしくお願いしますぞ。ブッチが映っておりましたが、パーティーにはいませんな。さては人流だから人流ですな。まあ、テラスタルしてこようが、どうだろうか。大勢はないので、ヘッドポンプ選んでいきましょう。ここが下がろうと、最高打点に変わりはありませんな。はい、どうも。はーい。なーにやってるんですかな。これはいけない。無償でステルスアップを任せている場合ではない。さあ、ここから吹き飛ばしとかでいろいろ荒らされるんですかな。
とりあえず今度こそ。はい、でもあーすごい、このおー一撃前ありえない。最初からそれをやるんでした。アンセロ巻かれただけなので被害は軽微でしょう。次は誰ですかな。あ、また神。あ、瞑想の起点は避けたい。ムーンフォースでしょうから、ペルシアンを受け出せない。助けれないのが分かったのだけはありがたい。ではこのまま攻め立てましょう。オクテラスタルで、ムーンフォース半減してシャドボで普通に削り切られました。困る。ああ、素晴らしい形だな。ああ、すごい、その、おお。そして素晴らしい3ですな。これはテラスタルしてもう一発しっかり耐えてもいいかもしれませんが、そもそも耐えますし、まあ、こういうことになるので、理解してくださいではないかな。では、アイルファー。ああ、すごい、この、おお。できない、あり。ああ、一発外した上でこの大活躍。でもないですか。エイ君の可能性を感じずにはいられませんな。おいてには一応テラスタルは残っておりますので。じゃ、この体力ではさすがに耐えませんね。このまま行きますが、どうしますかな。やるしな、正直もう戦力でも何でもない状態にありますので。メカナイシ、アディオス。まあ、下手にステロダメージ蓄積させてもあれですので、そのまま殴りますな、ラスターパージ。当然のテラスタル。問題は何タイプかですか。水浦の方が多いとは思うのですが、ドン、ラン。弱点は消してきたというわけですが、アイススピナーを打ってくるんですかな。ラン、クルー。やるがやりえない。はい、リスナー。では、ラサガージ。2人でした。奥棒を下げましたが、こんなものですな。テラスタルしたところでスピナーを耐えるわけはないんで。逆に言えばテラスタルでスピナーを半減していたところで、ここの水流連打でやられてしまうので、判断ミスではないはずですな。あとはヤルシェンがなんとかしろですな。こだわっていれば、アイススピナーが飛んでくるので、その場合は耐えられるな。それ以外の場合は困りますな。いきますぞ。えよし。うお、でかいでかいじゃん、でかいよ、このまま焦るよ。ああ、プロゴル出すのやめていただきたいと言うぞ。ジェット耐えます。ここアクアジェット耐えますね。お相手先生を攻めでしょう。魔物では落ちませんな。でもおかしい、攻めタックル。レベルで威力を上げますな。ラスタルの意味はありませんでしたな。撃破がありえない。最後に意地を見せてくれますな。ではサトシ死体戦艦はい、ありえない。炎が体に刺さってませんでしたかな。ここまでご視聴感謝がありえない。というわけで今回はヤルシアンの紹介をしますな。ヤルシアン、タイプはノーマル、テラスは鋼で、まあ、羽ばたく神のシャドーボールをそもそものタイプで無効化して、ムーンフォースを誘って、そこを鋼テラスタルで受けて、返り討ちといった具合ですな。持ち物はノーマルジュエルを持っておりますぞ。要素構成はタイプ1超強力、ステミタックル。苦手な相手から引くトンボ返り。ゴーストに打つ畑を落とす。羽ばたく神に打つメタルクローとなっておりますな。メタルクローはテクニシャン補正を受けられますが、テラスタルしたら、威力が上がってテクニシャン補正を受けられなくはなりますな。なので、テラスタルすると特性は実質なしになりますが、まあまあまあ通常時発動してるんでいいでしょう。プルクチは HA ブリとなっておりますな。で、こういうやつは、ウィキでも、乱れ引っかきイカサマダイス型が、まあ、ありとされておりましたが、それをステミタックルない時代の話で、まあ、こういうやつのページがそもそも更新されてないだけだと思いますので、まあ、ステミタックルで運用するべきだと思いますぞ。で、こいつはやる気がありませんな。今も寝てますし。で、こいつは久々の産地偽装個体というわけで、チャンプルタウンで無理やり捕まえましたぞ。というわけで、ここまでご視聴感謝会ありえない。